もう一つね、見てほしいものがあるのでご覧ください。はい。えー、っとですね、通知表に初見欄はありますかというような問いを出してみました。この初見欄っていうのは昔から教員にとって大きな負担だっていうことが話題に乗ってたんですよね。そしてね、僕、評価関係の勉強したときに学習指導要領の向かう方向として、 やはり記述資料を減らして、教員の負担を減らすっていう方向一つあったんですよね。ところが確か平成のあのね、子中心主義、ゆとり教育の時の養育改正で、総合的な所言だとか、書かなければいけないところがいっぱい出てきて、これ逆行するんだっていうようなね、えー、ことも頭にあったんですけれども、最近はその上にね、またね、英語があって道徳があってでしょ そういうような形ができてきてるんですよね。えー、で、じゃあどうかというと、初見欄はないが14%あるんですよね。はい、えー。回数も含めてこの問題をちょっと話をしていこうと思います。さあ、えー、初見ですけど今度水野先生から言いましょうか。どうでしょう初見。初見。初見はいあ。あの、ある時、あの、私の師匠の向山先生が、あの、初 もう、通じひょう、初見書くの、あの、何分で終わる、何時間で終わらせるかっていうのを聞かれたときに、みんな、あの、北海道の先生方長かったんですよね。1日では終わらないっていうかん感じだったんですよね。<laughs> でも、向山先生は、まあ、2時間以内だな、みたいな。35人ぐらいいても2時間以内だなって言われて、そんなに、あの、時間かけちゃいけないんだなっていうのを <laughs> 気づいて、その時から、まあ、向こう山式、まあ、園間町型って言いますけどもね、これ、 7月、あ、今月号かなあの、教育トークライン、研究所から出ている、教育トークラインに小島先生が書かれているのがすごく参考になるので知らない方は、私もね、通信したことあるんですけど、教務手帳みたいのに子供のあの、名前全部書いてますよね。えー、そこに、あの、例えば運動会で気づいたこと、5人とかね、あの、全員じゃなくていいんです。あの、 気づいたことを、でも具体的に書いていくっていう方法があるんですよね。これやったらね、もう超簡単に、あの、ね、楽器の待つ、あの、処理ができるようになりましたね。あと、あの、また教育特典、これもね、今月もにね、桜木先生がね、書かれてるんですけど、あの、上の人が、あの、たんまあ、教務主任とか、教頭校長先生がね、チェックするのがあるじゃないですか。その時に、あの、 漢字の書き方とかね、送り仮名みたいなと、些細なところをチェックするっていうのがある、もう広がってるらしいんですよね。えー、そういう時にどうするかっていうのがね、また書かれてるんですよ。例えば取り組みとかっていうのは。 と、り、りとかく、みとかひらがなつけるのがいいのか、取り組みって漢字だけで熟語で書くのがいいのか、そういうね、もう、隅をつつくような、チェックっていうのが、<laughs> これきっとね、先生方、負担になってると思うんでね、まあ、そういうところにね、対応するっていうのも大事だと思います。あのね、分かってないんじゃないかと思うんですよ、あれ。だって通帳って学校が出すもんでしょ はい、あれ、公的文書じゃないのに、どうして公的文書と一緒なような表記を求めるのか、僕、意味がわからないんですよ。<laughs> そ,うそ,うそうそうそう。なんかね、全然その通知表の意味わかってないんじゃないかってね、まあまあ余計な口挟んでたんですよ。まあ、どちらかというと、今の話はね、通知表の初見の書き方だったので、うんはい、じゃあ、村野先生、書き方の方にちょっと行きましょう。書き方はどうですかどんなふうにされて書いてましたあの、<laughs> ほとんど教師人生の中では自由に書かせていただいてきたんですけども <laughs> まあ後半ですね結構厳しくなってもうその何でしょうね若い先生なんかは書き直し要するに管理職に出して赤が返ってきてまた書き直しがひどい人になると8回とかなるんですよ<ー>異常だなと思ってもうそのためにもう他のことを投げうってその初見だけ締め切りがありますからね もう必死になって書き直す。で、その書き直させられる内容がですね、あの明らかな誤字だとか、明らかに意味が問われないことならいいんですけども、うん、もうその見てる人のこだわりなんですよね。先ほどの取り組みじゃないですけど、取,取り組みの身を入れるかどうかならまだまシだと思うんですけどあの、取り組みという言葉を使うなっていう人もいるんですね。 <laughs> 中身がないからって、意味が分かんないから、でも、取り組ないないと、前に具体例があって、最後に取り組みましたって書くことあるじゃないですか、でも取り組みはダメだってこういうんですよね、はいはい、じゃあ、他の言葉を考えなきゃいけないとか、うん、まそういうですね、もうまさにね、重箱の隅の、さらに隅を突っこ突っつくようなあの修正がね、やたら入るんですよね、<laughs> そして、まあ、移動するとね、またその観点が全然違うんですよ、そこの学校で。 今までは取り組みダメだったのに今度はいいとかまた違う言葉がダメだとか正直ですねそんなことに時間かけるんだったら初見なんてやめちゃった方がいいなというふうに正直思いますねそう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 もう無断ですよね落ちますよ八回も書き直しさせられたらもうたまってもい,いんじゃないですよ良、ね、<laughs> いもんですよもうこの辺であのエピソードたくさんありますね <laughs> えー、僕なんかね、めったに赤ペンなんか入らなかったし、その、ちょっとでも赤ペン入るとすごいプライドきつきましたね。<laughs> ちなみに僕はもうほん、ほとんど通しましたね。でね、ただね、あのー、してもらいましたとかね、子供に何々してもらいましたらおかしいよと。そのあたりかな。それだからあとはね。うん。 あとはね、うんへうん、これなあと思うのも大体通したしね、本当にダメな場合はね、震災のね、僕が全部書いてあげた。<laughs> 持ってこいって言って、こうやって書けって言って、一回目は書いてあげましたね。墓で直したってダメでしょうん。でね、ただし言うときにはもちろんね、これあくまで参考ね、えー、真似してもいいし真似してなくてもいいからってうんで返しましたね。もうさっきのね、もうびっくり、もう行政文書に揃えろなんて、もう、 もう信じられない <laughs>。ね。もうラブレター書くときにね、行政文書で書けって言ってるのに等しいね。<laughs> 本当ですよ、ね。もうなんかね、なかもう本当に考えられないことをやってる人いるんですね。今それはほとんどじゃないですか。ああ<ー>。僕はあの、自分なりの書見を書いてったら、うん、まず校長先生に呼び出されて、うん、こんな書見を書く人を初めて見たって言われました。で、その学校ではもうパターンが決まってて、 うん、だけどその、うん、でもこれ読んでみると、確かに保護者は喜びそうだから、今回は認めるとか言われたあります。<laughs> <あ> <laughs> まずね、誰向けに書いてました <laughs> 僕は保護者向けに書いてました。あの、それもよく話題になりますけど、えー、向山先生が結構ね、子供向けに書いてた時期なんかもあって、それを追進したこともありましたし、まあ、最終的には保護者向けに書くことが多かったですね。まあ、当然、子供も意識しなら。 水野先生、誰向けにああの学年によりますね、6年生ぐらいだったら、子供向けに書いたこともあります、ね、う,んうん。まあ、多くは保護者向けです。混ざってましたね、僕も、ね、見てるときはね、もう俺もでも、とやかく言った覚えないですよね。要はね、いいところを認めて褒めてるかっていう点だけですね。 それからね、教師が自動的になるような表現だけはやめようとね。何々してくれましたとかしてもらいましたは先生おかしいよ。それは言ったかな。うんまあ、ちなみに仕事術の話に行くとね、僕はあのね、全然違うやり方で、えー、大体ね、20日ぐらい前から今日からスタートって決めるの、初見は。<laughs> で、1日5人とかって決めて、毎日5人ずつ書いていくと。 これだと、これだとだいたい10分か15分ぐらいかな。そして書きやすい子から書いていく、うん。後半辛くなってきたらノートを見たり子供の様子をしっかり観察しながら書くっていうので、割と快適に終わりましたね。1週間前ぐらいに終わるというやり方、うん、してます、ね。やったことあります。はい、給食時間中に5人って決めて。<laughs> <laughs> 村野先生はどういうやり方です あそうですね似ているとは思うんですけどもあんまり早くやるタイプではなかったんですね。ただその今学期力を入れたこと例えば体育で何々サッカーやったとか、うん、討論を意識したとか、まあ、そういうことに関して目立つ子たちいるじゃないですかであの先生あの子どもの名簿の上に討論って書いてで討論の中で意識的だったこのことをちょっとちょこちょこっと書いたことですね。 で、それをいろんな項目を立ててやっていくと、大体みんな埋まってあ、この子はこのことを材料に書いていこうということが多かったんですね。でも、それでもどうしても埋まらなかった、その子には失礼なんですけども、埋まらなかった子がいたときには、吉田先生と同じで、やはりこの観察がちょっとその子に向くことが多かったですね。あの、本当に正直に言いますけど、なかなかね、書けない子っているんですよね。 で、その、なかなか書けない子っていうのは別に目立たない子じゃなかったじゃないですか。うん、結構目立つ子で優秀な子なんかの方が書きにくかったりしました、ね、そうそうそう。本当にそう。うん、あの、まあ、言い方悪いけど手間がかからないっていうかね、トン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 自分でやっちゃうからこっちも気づかなかったっていうことが結構ありましたね。あとね、先生方からのことが多いのは、さっき言ったね、その、初見に似,似たようなものをいっぱい書かされると。 しかもチェックが入るとね、例えば道徳ね、道徳は指導要領にはね、それは記事で書けって書いてあるけど、通知を別に書く必要ないですよね。総合的な学習だってね、英語だって、指導要領には書かないといけないけども、通知表欄から別に省いたって何の問題もないですよね。 僕はね、結局子供がもらって喜んでね、親御さんがもらって喜んでね、あなたこれ頑張ってたよね、これから頑張ろうねっていう通知表であるんならば、本当にその親向けであっても初見だけでいいと思うんですよね。これどうです水野先生。ああ、総合とかね、初見って面倒でしたよね。<laughs> 私の場合は、あの、もう学校であの、総合の初見はやったことを、 あの具体的に書けばいいっていうことで、あの子どもの評価とかじゃなくてねやったく、どんな内容の勉強したかっていうのをお知らせするっていう書き方にしてましたね。そうすると簡単ですよね。はい。みんな一緒だから、ク、はい、ラスの子どもたちね。そう。親御さんだってさ、あれで、例えば総合的な学習で環境とかね、福祉でどうのこうのって言ったって、そんなにね、注視して見てるとは思えないんですよね。はい。村野先生、どうですあの まさに道徳、英語、なんだ、総合。<laughs> いっぱい案があると、結局、通知用の書くスペースって決まってますから、どんどん一つあたりの,あの密度が薄くなるわけじゃないですか。そうすると、なんか本当に何をしたかぐらいしか書かないので、全然意味がなくて、何かしたってことは年中伝えてるわけじゃないですか、学年であるとかで。ですから、そこに書く必要もないし、 もう本当におっしゃる通りで初見で一つで、その中でたまたま外国語活動のことに特化して書きたければ、その先生は書いていけばいいし、というふうに思いますね。全部、ね、全部欄作ったってね、本当にただの、あの、係の記録みたいなもんと一緒ですよね。うん、ところがね、例えば公聴会なんかで、まあ、その、主として統一してる場合だと話し合いするときにね、その毎回書いとかないとヨーロッ書けないって言うんですよね。そんなことねえだろって僕は思うんですけどね。 <laughs> それから、あの、似たような文章ばっかりコピペして作ってるやつがいるって、憤慨してね、直させる人がいるらしいんだけど、似たような文章になりますよ、そんなもん。一緒に、あんだけのスペースでね、同じものにし,しないといけないって考えるだけの無駄だと思う。うん、まさに水野先生が言った通り何やったかで十分ですよね。だったらなくていいですよね、やっぱり。ねだから僕は全然いらないと思うんです。それだって先生、やっぱ五字脱字気,気を使ってね、それからさっき言った、まあ、おかしな管理職がいるところでは、 おそらくぐだぐだ言うんでしょう。表記の通しだとか書き方でね、またやり直しって、この忙しい時期にね。入っちゃいますね。<laughs> ねどうです、水野先生。いや、本当ですね。そんなところをつっつくよりも、あの、楽器、一楽器の中で、ちょっとね、あの、力つけられてあげられなかったなっていう子をね、助けてあげるとか、そっちの方がずっと大事ですよね。<laughs> そして、学期末はね、先生にゆとりを与えて、クラスの子供たちと一緒に何か楽しいことやってね、2学期もまたやろうね、で、終わった方がいいですよね。はい。はい。ということで、皆さん、あのね、ぜひね、初見だって何を書くか、もう一応学校として選択されるんですよね。私ね、書き込みいっぱい見ていてね、えー、ちょっと思ったのはね、やはり考えている、あの、管理職がいるってことですよね。 先生方にとって負担、そして親が何を読みたいかってことを考えてやってるなというのをいくつか見つけました。で、ちょっとまたもう一度ちょっと紹介させてくださいね。例えばですね、私の学校はまさに今、初見をなくすかどうかで議論されています。個人的に初見は何年後も形として残るのでなくさない方がいいなと思っていますが、我が校では全校期の2学生をとっており、前期は初見なし、後期に初見という形になりました。その代わり夏休みの懇談で、えー、初見のようなコメントをお話しすることにしました。 本校は2学生を取ってますが、2年前から1学期の初見を廃止、2学期にまとめて書くことになっています。個人的に初見を書くのは嫌じゃないので、サクサク終わらせてしまうのですが、管理職の好みや学校の慣例で書き方にかなる制限を加えるときはしんどかったです。やっぱりいるんですよね。はい。えー、初見は市町村、学年によって違います。T 市は3学期生で全3回初見。その3回の中に外国語、 道徳総合をどこかしらに入れつつ教科の等の所見を書く。年に1回入ればいいよい。N 氏は2学期生で年1回の所見。しかし低学年は道徳総合所見のみ。中高学年は総合的な学習の時間、道徳外国プラス総合所見。所見は年1だけど、学年末に一気に所見を書く。どちらが良いか難しいですが、私は T 氏の方がいいです。N 氏は田舎のため、一人一人に対する所見が本人の成地や個性などが分かるように書かなければならず、 コピペは赤がいっぱい指導されます。ない方がいいとも言い難いですが、土日は当たり前、夜も8時までは普通に残って初見や保護者対応、授業、準備、学年末業務はきつい、家族との連絡は取れませんというような悲鳴も上がっていますね。まあ、あぜひね、管理職の先生方にも考えていただきたいですね。例えばですね、1学期は所見を書かないにしておけば、フォーマット同じでいいんですよね。 成績だけ入れといて、そして保護者の方と話して、2回目の時だけ所見を入れるっていうふうにするだけでも、これも市,市として統一したフォーマットがあってもやれることですよね。そういうことをね、ぜひ考えてほしいなと思いましたね。水野先生、最後どうですかうん。あの、今あった、あの面談を所見の代わりにしちゃうっていうのはね、いい考えですよね。仕事減りますよね。しかも保護者にとってもね、ありがたいと思います。村野先生、どうです あの私の方の YouTube のコメントにもあったんですけども、その子供にそもそもその成績を通知する必要があるのかっていう、まあ、そこから疑っていらっしゃる方もいるんですよね。うん、やっぱりその成績というか子供のやった学習に対して何か評価を与えるというのは、この教育という仕事上は、それはもう外せないと思うんですね。ですけども、やっぱりその通知表という形を取らなくてもね、例えばテストを返すだけでも評,評価、評定じゃないですか。 そういうことで、なんか代用できるように、先ほどの面接もそうですし、何かそういう方向も探っていけるのがいいのかなというふうに思いました。だから、相対評価は許せませんよね。本当そうですね。本当そうですよ。もうこれだけしつこくしつこくね、来年もまたね、やりましょう。<laughs> <laughs> きっと1年ぐらいじゃなくならないから。ね。はい。はい。ということで、今回は通知表等について話をさせていただきました。先生方どうもありがとうございました。ありがとうございました。